また出ねえ。どなたですか？セフィロス。もう随分連絡が取れないんだ。知らないのですか？セフィロスさんは資料室にこもりっきりらしいですよ。資料室は情報端末の持ち込み禁止ですから、しょうがないですね。資料室？何でも昔の科学部門のことを調べているそうです。ああ、エアリス、どうした？うん、あのね、いつ作ってくれるのかなって。作る？花売りワゴン忘れたの？忘れるわけないだろ。待ってろ、すぐ行く。やあザックス、私に何か用かな？いや、どうしてかなと思って。悪いが、今は忙しくて手が離せないんだ。先日のシンラビル襲撃事件の事後処理に追われていてね。主犯が元ソルジャーのジェネシスということで、治安維持部門から糾弾されているんだ。大変そうだな。治安維持部門はアンジールとジェネシスを抹殺しようと必死になっているからね。ちょっと待てよ、アンジールはシンラビルを守るために戦っただろう。それでも危険人物であることに変わりはない。そう会社は判断している。なんだよそれ。そんなこと言うなら俺会社辞めちゃうぞ。自由への代償とは高いものさ。統括はないのか？こんな会社嫌だって思ったこと一度もないな。さすがソルジャー統括、ご立派ご立派。大いなる目的の実現のためなら立ちはだかる障害や困難など取るに足らないものだよ。目的？なんだそれ。いや、なんでもない。さ、おしゃべりはここまでだ。私は仕事に戻るとするよ。アンジール、どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか？別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか？何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに。仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる、ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふん。彼女からは何も？何にも。ならば私からも何も。まあいいんですけどね、いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。トン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、
落ちずに進んでいればモデルヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。おい、あんまり遅れるなよ。お前なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのかゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外でマコーロがあるところは大抵他には何もない。喜べゾン。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。ちょっと待つか。ザックス、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？ああ、質問の意味が分かんねえぞ。ま、お前もなってみりゃ分かるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。クラド、あれ。ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれはまず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。あ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。何をする？お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める？ジェノバ細胞。待て！クラウド、よくやった！だが、ジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし、世界も道連れだ。クラド、おえ。
明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら、道連れだ。ジェネシス。クラウドもどこへ行ったんだ。お、なんだあの穴、みんな行ったのか。アンジールのモンスター、アンジールも来てるのか。おい、クラウド、しっかり。大丈夫。ゾン、この先だ。ホランダーを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。ジェネシスとは本当なら俺が戦うべきだった。ったく、誰が仕向けたんだよ。だが次はお前自身の仕事だ。どういうつもりだ。よせよ。待っている人はいるんだろう。アンジール、本気かよ。いいぞアンジール、我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子、黙れ。俺の父は死んだ。ならば母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン、ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった、認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。
お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェノバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか、世を苦しめる者すべてと戦うと約束したよな。うん、でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ、取り返しがつかないことになるぞ。細胞だけでも。アンジール！ザックス、よくやった。あとは頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。ねえザックス、上の町に行ったら空近いんだよね。怖いけどお花たち喜ぶかな。
ソルジャーになりたいって頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか。はっ。みんな新人だってな。はい、よろしくお願いします。一個だけアドバイス、いや命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ。必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。